この度グループを卒業する席から皆様へご挨拶です。さあこの度ゆめこ会長が、はい、桜坂46卒業するということで、はい、番組の思い出などいろいろちょっと聞いてみようということなんですが、うん、欅坂桜坂この数年間席にとってどういう期間でした、うん、ライブも大好きでしたし、うん、見食いもすごく大好きで、なんか こんなに自分のことを好きになってくれる人がいるなんて、加入当時は思いもしないこと、もうおばあちゃんになってもこう思い出すよね。なんか年を取っても孫とか生まれたら自慢したいです。そうね。そうね。俺見てごらん、東京ドームの舞台で転んでるんだよおばあちゃん。ね。ね。あ、はい。写真を撮るのね、ゆめこ会長は結構本当に。ああ、確かに番組内でもね。すごいいい写真がね、番組内で結構ありましたけども、うん、今まで撮った中で思い出に残ってる写真を紹介してくれる。はい。あ、羽生先生。結構前だ。もうこの写真が大好きで、うんうん、なんかこの表情は私にしか撮れないなって。自画自賛。はい。あ、なんかいい写真。竹本斎藤1期生さんと2期生の仲の良さがもうこの1枚で確かにね現れてて、ああ、すごく好きな写真ですね。いいね。そろそろお時間ということで、最後にファンの方へメッセージをお願いします。はい、今まで応援してくださった皆さん本当にありがとうございました。自分のことを好きになってくださるファンの方がつくっていう感覚が本当にずっと不思議で、でもそういう方々がいてくださったから私はここまでこうアイドルを続けることができましたし、こう皆さんが幸せになってねってすごく言ってくださるのが嬉しくて、私も皆さんに幸せになっていただきたいです。今後の人生皆さんの幸せがあふれるように願っています。今までありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、ゆめこ会長本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。